んにちは、ジーナでーす。今日は火曜日、コンビニ新商品発売日となっております。今週もパンとスイーツからチェックしていきましょう。買ってきた商品はこちら。今週もいちごスイーツがね、結構続いてます。ただね、ちょっと今朝はちょっとこの2つしか買えませんでした。ファミリーマートとローソンですね。で、あとね、これは先週発売分なんですが、ローソンのいちびこコラボのいちごまん買えたので、これも一緒にやっていきましょう。でね、ファミリーマートはね、これプレミアムって書いてある、ちょっとね、ちょっとスペシャル感のあるクリームパンが出てます。これも楽しみです。で、セブンイレブンでは今北海道グルメフェアが開催されていて、まあ、それにちなんでこのフラノメロンのね、メロンパンも出ています。前編は全部で8品じっくりチェックしていきましょう。はい、でまずこれちょっとあまり時間を置きたくないので、先週分ですが、これからいきましょう。ローソンいちびこコラボいちごミルクまん、まあ、見た目は普通のに肉まんあんまんと同じような感じなんですが、裏側のこれ紙がね、いちびこバージョンです。かわいいですね。で、断面はこんな感じです。中にはいちごソースとミルククリームが入っています。あったかいいちごソースっていうのもね、いいですね。めちゃくちゃ濃厚、美味しい。もうね、味は完全にいちごジャムの味。ミルククリーム入ってるけど、ミルキーだなとか、いちごミルクだなとか、そういう感覚はないです。ただこのミルククリームは結構ね、ねっとりしてるんですよ。その食感とコク、それは感じるんだけど、味のメインはね、もう完全にいちご。それもすっごい濃厚ないちごジャムみたいな、そんな味です。でね、甘みも強いしね、しっかり酸味もあるんですよ。今回の一連のシリーズみんなそんな感じだけど、甘さも酸味もしっかり濃厚なのがいいですよね。生地にもすごい合ってます。ぜひ試してみてください。はい、こちらもローソンです。ショコラカヌレいちご。はい、中から出すとこんな感じです。今ね、香りはめちゃくちゃいい、いちごの香り。ショコラ風味のカヌレの上にいちごチョコのコーティング、さらにね、上にこれフリーズドライのいちごですかね、トッピングされてます。はい、で断面はこんな感じです。今ね、切った時にゴリッゴリでした。多分ね、この表面部分がかなり硬いんじゃないかな。食べてどうかが気になります。表面ザクザク、で中トロトロ、チョコが濃いし、いちごの風味もね、香ってて美味しい。なかなかないのよ、この食感が。外側がもちっと硬いっていうのは多いんだけど、結局中でしっとりしててカリカリ感とかザクザク感とか来ないんですよね。これしっかりね、カリカリザクザク、中がね、本当にしっとりトロンとしてて、そこからチョコの風味が来るんで、食感からもそのね、ショコラの濃厚さが伝わってくるような、そんなね、柔らかい食感です。味の具合はチョコなんだけど、表面のこのイチゴもしっかり来るんですよ。で、特にこのトッピングのイチゴからすごいフレッシュ感のあるイチゴの風味も来て、土台がショコラ、そこにね、アクセントとしてイチゴの風味がプラスされてる、そんな感じですね。内側とろり、外側カリカリ、この食感のカヌレが食べたいって方はね、ぜひ試してみてください。はい、引き続きローソンです。ふんわりブール練乳クリーム。はい、中から出すとこんな感じです。生地はブリオッシュ生地にカステラ生地がね、重ねられてるそうです。そして中には練乳クリームたっぷり入ってますね。はい、断面はこんな感じです。結構弾力がある。生地の風味も、中のクリームもすっごいめちゃ風味がいいですね。おいしい。もうパーフェクト。ブールパンといえばこのね、甘い生地ですよね。ブリオッシュの本当に甘いケーキのようないい香りがする生地です。それが結構ね、弾力がある。
で中身ね練乳クリームなんですけど、練乳クリームって言われるとちょっとなんか白いミルククリームのようなものを想像するじゃないですか。これなんかね食べた感じは練乳入りのバタークリームとか練乳入りのカスタードクリームとかそういうイメージ、質感と風味です。ただただ練乳って感じじゃなくってめちゃくちゃコクのあるすごいデザート感のあるクリームですね。それはこのね甘い生地とめっちゃ合いますよ。これめっちゃテンション上がるわ。ザ・菓子パン、その中のめっちゃ美味しいやつ、わかりやすく言うとそんな感じ。はい、粉米ボールと言われにはねもっと食べ応えのある生地だったし、練乳クリームと言われにはもっとデザート感のクリームでした。気になる方はぜひ試してみてください。ファミリーマート、このプレミアムのやついきましょう。とろけるたっぷり生クリームパン、はい、中から出すとこんな感じです。生地はねこれブリオッシュ、今日ちょっとブリオッシュ多いですね。はい、断面はこんな感じです。中にはカスタードクリームとカスタードホイップが入っています。うーん、やばい、マジでとろける、もうクリームクリーム、今口の中でパン生地も全部クリームになってる。優しいカスタード味、カスタードっていうかね、もうミルククリームって感じ。おいしい。ファミリーマートといえば生コッペパンがあるけど、もうあの生コッペパンシリーズの生缶なんか、いいじゃないぐらいの生缶です。ブリオッシュならではだと思うんだけど、これ持った感じとか普通にね、しっかりしたパン生地なんですよね。口の中に入れると、一気にとろけてクリーム状になる。なんだろうな、今ね、ものすごい蜂蜜の風味を感じてるんだよね。洋酒香るって書いてある、それだ。すごいなんかね、いい香りがするんですよ。私蜂蜜っぽいなと思ったら洋酒だ。あのその洋酒が結構ポイントかもしれない。こんな香りがするクリームパン食べたことがない。でカスタードも結構バニラ感が強いカスタードだから、ちょっとね変わった香りがします。そして食感はもう本当にとろける、口の中に入れるともう全部クリームになるような、そんな感じです。クリームパンってめちゃくちゃ身近な存在じゃないですか。それこそ小さい頃からずっと食べてきてて、いろんなパターンのクリームパン食べてるでしょ。それでこんなに、ね、新しさ感じるってね、すごいことだと思います。まあ、ちょっとだからこそ好き嫌いが分かれるかもしれないけど、私はね好きですね。気になる方はぜひ試してみてください。こちらもファミリーマートです。プチイチゴミルクデニッシュ、はい、中から出すとこんな感じです。小さいサイズのデニッシュ生地にイチゴ風味のビスケット生地がかぶせられています。これが4個入ってます。はい、舐めはこんな感じです。中にねイチゴクリームが入ってるんだけど、あんまり入ってないな、クリーム少なめですね。これだけ外れなのかな、ちょっと他の食べてみて。やっぱ中のクリームは少ないです。あ、ただね、デニッシュ生地がすごいしっとりしてて美味しい。で、さらにこの上にかかってるビスケット生地がちょっと乾いた感じで、2つの生地の食感が違うんですよ。生地がすごい美味しいから、まあクリームの少なさは許せるかな。で、このね、ビスケット生地からしっかりイチゴ風味も来るんで、すごいね、イチゴの風味は強いです。クリームはね、もう見なかったことにした方がいいかもしれないですね。4個入りの手頃なサイズで、おやつとかにもね、おすすめです。ぜひ試してみてください。はい、こちらもファミリーマートです。パフチョコダブルホイップサンドチョコ&ミルク、はい、中から出すとこんな感じです。めっちゃ触った感じ、ふわふわのロールパンですね。で、中に2色のねホイップが入ってます。チョコホイップとミルクホイップで、さらにパフチョコと、あとこのチョコのコーティングがされてますね。はい、断面はこんな感じです。じゃあまずはチョココーティングはなくってチョコパフがかかってるところ、そこから食べます。うん、しっとりふわふわの生地、そこにねチョコパフがサクサクしてて、食感の組み合わせがすごくいいです。中のホイップがキメが細かいんだけど、すごいコクがあって、ミルク感もチョコ感もねしっかりきますね。じゃあ今度はチョコパフじゃなくってチョココーティングがされてるとこですね。うん、まあ、コーティングチョコ結構濃厚、チョコパフのサクサクさも良かったけど、このコーティングからくるねチョコレートの濃厚さもいいですね。
この生地がね、すごい気持ちのいい食感なんですよ。さっきね、手で持ってるだけで形が崩れちゃいそうなぐらい、ふわっふわだったの。食べてもそれ同じ食感で、ただ、ふわふわのだけじゃなくって、しっとりさとね、ちょっともちっとさもあるんですよね。そこにこの濃厚なチョコとコクのあるクリームがね、しっかり一体化してて、全体のバランスも良くて、ね、美味しいです。風味と食感、どちらもいいですね。気になる方はぜひ試してみてください。こちらもファミリーマートですかね、ウェブに載ってなかった謎の商品です。チョコメロンパンミルクホイップ。はい、中から出すとこんな感じです。表面にね、たっぷりチョコレートコーティングされてますね。はい、断面はこんな感じです。中にはミルクホイップが入っています。うん、メロンパンはふんわりしてて、で表面のコーティングがしっかりめだから、外側が結構ね、サクサクするんですよ。その3つの、ね、食感の組み合わせがめちゃいい。まあ、よくある組み合わせじゃないですか。メロンパンの中にホイップが挟まってて、チョコがコーティングされてるって。ただ、クリーム、生地、チョコ、そのね、それぞれがめちゃくちゃ美味しいんですよ。チョコは濃厚だし、生地がなんかね、ちょっと香ばしい感じがして、すごいなんかね、小麦の風味を感じるような、そんなね、美味しい生地です。ふんわりさもいい。で、ミルクホイップがね、ゆるゆるで、そのふわふわの生地の中からトローンとホイップがね、出てくる感じが、すごいいいんですよね。すごいね、ミルク感を感じるね、美味しいクリームです。ありがちなんだけど、それぞれの要素がイメージするより数段美味しい。で、組み合わせ、バランスもいい。そんな感じのね、メロンパンです。チョコレート付きの方はね、ぜひ試してみてください。はい、じゃあ最後、セブンイレブン行きましょう。フラノメロンのホイップメロンパン。はい、冒頭でもお話ししました通り、今週はセブンイレブンで北海道グルメフェアが開催されています。でね、私ね、これフラノメロンのもう一つモコモ出てるんですよ。それがね、一昨日発売だったので、もう昨日店頭に並んでるの確認してるんですよね。それちょっとね、買ってくるのすっかり忘れてました。今思い出した。それはね、ちょっとね、後編にやりましょう。楽しみにされた方はね、申し訳ありません。もうちょっと待ってください。はい、中から出すとこんな感じ。今のところはね、メロンの香りというよりメロンパンの香りで、中を開けると、はい、中にはフラノメロンソース入りのホイップクリームが入っています。で、断面はこんな感じです。うん、あのね、生地の風味が強いんですよ。さっき香りもそうだったけど、それがね、ずーっと風味の先頭にいて、後ろからメロンが来ようとしてるんだけど、阻止してるような、イメージ的にはそんな感じ。だからしっかりね、メロンも感じられてるんだけど、ちょっとなんかもどかしい感じがする。これ多分ホイップとメロンソースとかだったらまた違ったと思うんですけど、これホイップの中にもメロンソースが混ぜ込まれてるんですよね。だからそこでちょっとオブラートがかかってるような感じになってて、まあ、ただね、それはそれで悪くない感じがする。ホイップがしっかりコクがあって、クリーム美味しいです。ただメロンがストレートに来るような味ではない、それだけですね。で、生地の食感もね、全体的にちょっとしっとりめです。ビスケット生地もそんなに乾いた感じじゃないから、表面がゴリゴリくるような、そういう食感じゃないです。まあ、この食感自体はそれはそれでいいと思いますね。まあ、私はちょっと表面もっとゴリゴリしてるのが好きですけどね。うん、ところどころね、メロンがね、ピュッと前に出てくるんですよ。メロン好きの方はね、ちょっとそれをしっかり拾ってあげるといいかもしれない。あ、でもね、たまに来るそのメロンの風味が、すごいフレッシュ感のある香りがしてる。いい香りがしてますね。やっぱりいいメロン使ってるんだろうなって感じがする。北海道グルメフェア、今週ね、このメロンパン以外にも、北海道にね、関係するいろんなものが出されてますので、気になる方はぜひね、覗いてみてください。メロンパンも美味しいです。はい、ごちそうさまでした。今週も美味しく始まりました。今回のおすすめはですね、まずはちょっと、まあまりない味だから、とりあえず食べてみてという意味で、ファミリーマートのクリームパン、洋酒香るクリームパンってね、珍しいじゃないですか。でも本当ね、食べたことがない味のクリームパンだった。まあ、商品名の通りのとろける食感もいいし、洋酒が香ってるのがね、すごい新鮮だったんで、まあ、ちょっと好き嫌い分かれるかもしれないけど、まあ、それこそね、カヌレで感じるような、洋酒の風味なんですよね。何も知らずに食べた時に、最初私蜂蜜っぽいって言ったんですけど、ちょっとあれ、ね、華やかな香りがします。もうこんなの初めてっていう味だったから、気になる方はぜひ食べてみてください。で、あとはそのローソンのカヌレ。カヌレはこうあってほしいっていう食感のカヌレでした。表面がね、結構パリッとしてて、内側が柔らかくてトロンとしてて、
で、チョコの風味とイチゴの風味の組み合わせも良かったです。あと同じくローソンのブールパン。ブールそのものもね、結構弾力のあるしっかりめの、でもふわふわな生地で、中の練乳クリームが美味しかったです。今週あんまりなんかパッとするものなかったんですよって言ったら失礼だけど、まあ、先週までがね、もういちごいっぱいですごい華やかなラインナップだったんで、今週はちょっとね、あ、なんか地味だなと思ってたんだけども、食べてびっくり、もう美味しいものが結構多くて、まだね、後編残ってますけど、こちらもね、楽しみですね。意外なところで当たりが出るかもしれない。さっきも言いましたがね、あのフラノメロンのモコも出てるんで、それもちょっとチェックしたいと思います。後編もぜひお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジータでした。